What a mess.襲撃者たちは反乱部隊に間違いありません。彼らは自社の急襲を受けて双方ともに全滅した模様ですが、死亡者ラース含む反乱部隊の遺体が現在も発見できていません。また内部で発生した爆発で大半はこのありさまです。 気になることがありまして、当時警備をしていたのがその特務のようなのです。That's strange. The lab has its own security force. The secret service wouldn't be there. ですが、回収した遺体はすべて特務のものでした。 The Secret Service is your unit. Care to explain? Anything else? 当日、ここのサーバーに本社から大量のデータが送信されています。情報局に確認を取りましたが、ログなども含め発信源は現在も特定できていません。I don't like the sound of that. Keep investigating. So what now? They're another Tekken force we're talking about. We can't afford to have them running loose. 対処はする。だが、今ではない。 They're not kidding around. Are you gonna wait until it's too late? We've already lost two key positions. 落とされたということは、その程度でしかなかったということだ。 What?
ヘリをこちらに回してくれ。Going somewhere? 例の場所だ。お前の死を救いたいという思いに俺は答えた。I know. I'll hold up my end of the deal. 期待しよう。Yeah!
消えろ。
I've done a little research on you. How did you get yourself into such a predicament? Well, I'd love to stick around and help, but they need me back home. I never did get to face Asuka Kazama. C'est la vie. 大変そうだな、君も。 ところで、 あれは本当にもらっても。 Somebody gave it to me, but I can't stand the thing. Oh, it's hideous. So now I'm giving it to you. 送り主には悪いが、こちらも困っていたんだ。ありがたく使わせてもらうよ。 Well, time to go. Make sure you finish Jinkazama, or else I'll kill you. Kazama Jinka. ご期待に添えるよう努力するよ。 行こう。 Kill!
Two!
君は怪我はないようだな。 俺は君とかなり親しかったみたいだな。なんとなくだが、そう感じる。ラース、お前本当に記憶を。あの娘は？この先にある研究所で出会った。名前はアリサというらしい。ところで、君たちは？俺は東郷。お前率いる反乱部隊の副官を務めさせてもらっている。反乱部隊？ 俺が率いているだって。そうだ。待ってくれ。冗談だよな。戸惑うのも無理はない。だが事実だ。あの日お前は三島財閥の重要拠点であるあの研究所を急襲した。だがそこで予期せぬことが起こった。G社の介入だ。あの惨状を見た時にはどうなることかと思ったが、 とにかく無事で何よりだった。じゃあ俺だけが生き残ったのか。ああ。とにかく一度タイに戻ろう。今後のこともある。間違いないのか。本当に俺は君たちの。ああ、 事実だ。だとしても俺は今部隊は九州チームが全滅したとの報告で混乱している。できれば一刻も早く戻ってもらいたいところなんだが。すまない。分かった。当面は俺の方で何とかしよう。 ただし、お前が戻るまでだ。すでにお前の生存が三島財閥と G 社に伝わっている。単独で行動している。お前に連中がどんな手を使ってくるかわからん。くれぐれも注意しておいてくれ。まあお前のことだ。そう簡単にやられるとは思えないがな。 何かあった時はこれで連絡してくれ。専用の暗号回線を用意した。とりあえずは傍受されることもないだろう。ありがとう。それと忘れ物だ。これは？お前のだ。あの研究所に落ちていた。 悪いがこれは受け取れない。今の俺には。そう言うだろうと思っていた。お前が戻るまでこれは預かっておこう。頼む。これからどうするかはお前次第だが、まずは三島平八に会ってみてくれ。以前お前は奴に会う必要があると言っていた。何がきっかけで記憶が戻るかわからんからな。 俺とその三島平八とはどんな関係が？さあな。お前は自分のことは決して語ろうとはしなかったよ。誰に対してもな。じゃあ俺たちは撤収する。こうしているだけでも目立って仕方ないからな。 あの方たちは？ どうやら味方らしい。